はい、こんにちは、カツオです。50歳からロードバイク始めまして4年ちょっと経っております。今回ですね、サムネイルにもありますようにしくじり先生カツオみたいになるなということで、ロードバイク始めてですね、これ以上の失敗はないかなというぐらいの失敗をしてしまいましたので、私みたいにならないようにということで、私のしくじりをですね、皆さんと共有していけたらなと思っております。で、具体的にね、何をしたのかということなんですけれども、こちらですね、後ろにもですね、キャニオンがあるんですけど、キャニオンのフロントフォークでございます。これをですね、もう一つ購入せざるを得なくなったというお話でございます。私ですね、去年の11月に大阪東京の520キロのキャノンボールを成功しまして、非常にですね、自分の体もライドの方法もいい状態をね、迎えてました。で、そんな中で去年の12月に辻善光さんの、フィッティングを受けまして、乗り方とかね、こういう風にしたらいいよとかね、いろいろアドバイスも頂戴して、で、その後6月の富士ヒルに向けて再度シルバーを取っていこうということで、トレーニングをね、ずっとしてたんですよね。で、その中でね、全くフロントのフォーク、いわゆるハンドルの位置ですね、それについては少しずつ下げながら、で、やっぱりもっと下げた方がね、体に対するこう風のね、圧力、空力が下に向きますのでね、姿勢がより速く走れるんじゃないかというふうな中で、やっぱりね、ハンドルとこうサドルの落差があった方が見た目もかっこいいんじゃないかということで、下げた状態でね、阿波市とかで六甲とかも走って、これ下げてもいけるんじゃないかなっていうふうにね、思ってたんですね。で、カツオクさんも下げた方が調子がいいということで、目いっぱい下げて、コラムカットしてたんですね。それが今年の2月です。で、私もその後にコラムカットしてもらおうと思って、メカニックさんにコラムカットしていただきました。ここですね。切ったのは 2.5 センチぐらい多分切ったと思うんですね。スパッとね、上が切れてる方が見た目もね、かっこいいんですよね。この写真のようにこんな感じでね、かっこいいんですよ。ただね、切る前もメカニックさんからずっと姿勢は一緒じゃないので、ちょっと残した方がいいかもしれませんよというね、アドバイスもね、いただいてたんですけど、いや、切ってくださいということで切っていただきました。それでね、それなりに乗れるかなと思って乗ってたんですけど、1月2月3月の練習をちょっとね、練習といっても随筆なんですけど、ちょっと私の体にとっては少しオーバーワーク的なところがあって、肩がね、すごい痛くなってきたんですね。左肩が痺れてきて、ちょっと乗れなくはないけど、乗っててもずっと痺れてるっていう感じだったので、ちょっとこれはまずいぞということで、ちょっと富士ヒルの練習も一旦置いてゆっくりしてた時期もあったんですけど、その後ね、やっぱりね、こう乗ってみて、特に下りとか平坦はまだいいんですけど、上りの時にハンドルがすごい遠くに感じるようになってしまったんですね。で、そういう中でクランクを170から160に変えたことで、サドルの位置をちょっと上げたりしていくと、さらにね、遠くなってしまって、いよいよね、で、肩がやっぱり不調な感じになってきて、どうしようかと思ってキャニオンさんにフロントフォークだけお願いできませんでしょうかということでご相談したところ、2年半ぐらいなんですけどね、乗ってるのが、ひょっとしたらもうちょっとね、モデルチェンジもしてないかもしれないというね、ことも言われたんですけども、相談したらまだありますと、交換可能ですということでご案内をいただきました。で、やっぱりね、それなりに値段もしますし、どうしようかと、カットした状態で乗れなくはないし、で、だまし乗ってたんですけど、いよいよね、やっぱりもうちょっと遠いなっていうことに、自分自身の体がね、気づきまして、やっぱりもう交換しようということになりました。ここですよ、ここ。もう一旦切ってしまうとね、もう伸ばせれませんのでね、もうどうしようもないってことで、メカニックさんにも、なんとかなりませんかって聞いてみたんですけど、当然ね、なんともなりませんという回答でした。ですので、人それぞれね、ポジションここがいいとかね、どうとかいろいろあると思うんですけど、容易にね、コラムカットね、しない方がいいかもしれないという、私のしくじったお話でございます。特にね、やっぱりそれなりの年代になってくると、体がやっぱ硬くなってくるのもあるのかもしれないですけどね、ちょっと上残した方がいいかと思います。私みたいにしくじらないように。で、そこでね、今回キャニオンさんがクラッシュリプレイスメントっていうね、いろんなメーカーで、例えばレースで事故してフレームが折れたりとか、
すると定価よりもお安い価格で提供してもらったり、まあいろんなね保証があったりすると思うんですけど、今回はキャニオンさんのこのクラッシュリプレイスメントを私利用させていただいたので、そのお話もね少ししていこうかなと思います。でまずですね、キャニオンさんに交換できますでしょうかって相談すると、クラッシュリプレイスメントという制度があるので可能ですよというふうに言っていただきました。で案内されたサイトをですねクリックしますと、こういう画面が出てきまして、クラッシュリプレイスメントとは、不幸にも落車した場合や事故にあった場合、フレームやコンポーネントに無理な力がかかり破損する場合があります。クラッシュリプレイスメントは破損したキャニオンブランドのパーツ、フレーム、フォーク、コンポーネントなどを割安で交換できる制度です。またバイク全体を交換しサービスを受けることもできますと。このサービスは第三者のメーカーのコンポーネントには適用されず、また同一色の交換パーツを交換できることを保証するものではありませんということで、ひょっとしたらね、物は同じでも色が違う場合がありますよというふうなね、ことが書いてあるんですけれども、でその下にクラッシュリプレイスメントの見積もりを依頼する始めるというところがねあります。これちょっと後ほどね、ご紹介していきたいと思います。クラッシュリプレイスメントの仕組みということで、破損状態の詳細な説明、破損箇所の写真、連絡フォームからお送りくださいと、詳細検査を実施いたしますと、交換部品や破損部品の見積書をお客様にお送りしますと、ご確認いただいた後キャニオンが交換部品を取り寄せます。交換した部品すべてキャニオンの所有物になりますので、注文処理するにあたってキャニオンまで事前に破損部品をお送りいただく必要がありますと。で今回ね、私の場合は事前に破損部品を送る必要はなくて、交換品が届いたら交換したこのフロントフォークね、これを送り返してくださいということで、送り返す予定でございます。で送っていただいた箱がこちらですね。この中に伝票でキャニオンさんの住所もね書いてある着払いのね伝票を入れていただいてですね、非常に助かります。この辺のね手間をね、惜しまずしっかりねキャニオンさんしていただけるんだなっていう、そういう感じですね。もともとの旧部品についてはキャニオンさんの所有になるので送ってくださいということで、まあそれはね私も非常に納得感がありました。でこのキャニオンのクラッシュリプレイスメントを活用する場合のちょっと注意点もねございまして、ご利用いただけるのは最初の所有者の方のみということなので、途中でねセカンドオーナー様に移った場合はその方はちょっと利用できませんということになります。で購入してから3年間で1回限りということになりますので、今回私がフロントフォークを交換してその後レースで事故してフレームがいっちゃったっていう場合はちょっと2回目は活用できませんよということになってます。でモデルやサイズを変更することもできないということと、キャンペーンも適用されませんよというところ、保険会社や保険請求で利用することもできないというようなところですね。で価格についてはね、検索するサイトがありまして、キャニオンの場合はねバイクのシリアル番号っていうのがこう裏返したところにね書いてあるんですね。でそれをね入力いたしますと、こうやって私のこのアルティメット CFR のサイズとかもね全部出てきて、でここに載ってますよね、パーツの交換、フレーム交換だと314,000円と。で今回私が交換したフロントフォークは57,000円でございました。ちょっと高い勉強代になったんですけれども、まあそれでもね定価の4割引きでしていただいているので、単純にフロントフォークだけを交換しようということになると9万円ぐらいするということになってます。で私の場合ですね、フレームは別に行ってないんですけど、フレームも3年以内だったら交換しようと思えば交換できるということのようなので、このクラッシュリプレイスメントを活用すると31万4千で交換することもできたということなので、まあ乗れるのでねいいんですけど、まあいろいろ傷とかもねついてるので、いろいろ思うと高いですけど安いなみたいな、そんな感じのね価格でもあるなというふうに思いました。こういう質問のやり取りはメールでさせていただくんですけど、キャニオンさん非常に詳細にでレスポンスもよく返していただけるので、結構安心な感じはいたしました。ということでね、私がコラムカットして失敗したしくじったというお話ですね。今回ねこのキャニオンのクラッシュリプレイスメントについては非常にね、私はありがたかったと思います。やり取りもスムーズでしたし、費用はかかってしまいましたけれども、まあミニベルはありますけど、ロードバイク 700C ではね、まあこれにまだまだ乗っていきたいとね思いますし、自分の体のことを考えると今回はちょっと高い勉強代にはなりましたけどね、やむを得ずこのようにした方がいいなと思いましたので、このような選択をいたしました。まあ、皆様におかれましてはね、私のようなしくじりをしないように慎重にご判断していただけたらなと思っております。ということで、取り外したフロントフォークにつきましては速やかにキャニオンさんにお送りしたいと思います。ちなみにですね、これで 290g
でした。軽いんでしょうね、めちゃめちゃ軽いんでしょうね、はい、非常に軽いと思います。ということで、今回はカツオのしくじったお話でございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。以上です。